じゃ始めましょう、えー。この講義は情報学展望を1情報セキュリティです。情報学研究科と総合生存学官のまあ、合同というか、両方で取れる授業になっています。今日は暗号と認証の3回目です。えー、っとすいません。えー、っと確認なんですけど、えー、っとまだパンダに登録できてないけど、この授業に来てる人ってどれぐらいいますか？もう大丈夫ですか？ あの個別にメールで問い合わせていただいた方とかちょっと僕の不手際で登録できてなかった方とかいるんですけど大丈夫ですかはいじゃあ大丈夫ですねで今日はえとこの3つについて説明できればほぼいいかなというふうに思っていますであの1つ目がえソルトパスワードをサーバーに保存するときに 塩,ですね、塩,を塩を使用する理由あ後で説明します。で2つ目共有モデルこれはあのどんなモデルがあるのかっていうのをまあ,あのなんか、えー、できればお、えー、5つぐらいあったので覚えてください。で3つ目 えー、SSO シングルサインオンっていうんですけどシングルサインオンのシステムで多分皆さん今使ってると思うんですけどシングルサインオンに対応しているシステムあとで説明しますけどのシステムでログインまでに何回かリダイレクトされる、えー、理由について、えー、説明できればいいと思いますでアウトラインはこうなっていまして、えー、まず主体認証主体認証主体って何かっていうことから始めて えそうですね。前半はあのた本当に単純なパスワードで認証するっていう話をして、その後えなんかえっと指紋とか網膜とか虹彩で認証するとか、あとはハードウェアトークンで認証するとかそういう話に突入していきます。でその後に認証プロトコルに行くんですけど、認証プロトコル を一,く一口で言うとネットワーク越しに認証するということだと思ってください一番の主体認証の方はパソコンにパスワードとかを入力してログインするっていうことだと思ってくださいこの授業ではで2番の認証プロトコルはネットワーク越しにサーバーにログインするっていうことだと思ってくださいで3番目が ID 連携ですね ID 連携 えーまあ、これが一体何なのかっていうことから、まあ、実際にどのように使われているのかっていうことを含めてちょっと最後の方は駆け足になるかもしれませんけど話をしていこうと思います、はいえー、じゃあまず一番最初に大一番大事な定義からいきましょう、えー、まず認証とは一体何か認証とは一体何か、えー、でこれ、まあ、ちょっとこの図をね見てもらいたい ですけどあのまあある特定の人だけにある特定のファイルにアクセスできたりある特定の人だけにある特定のサービスを使わせたいみたいなことを考えます。はい、でこの絵に書いてある通りで、えー、この何かサービスを使おうとする時に関書があって関書があって、えー、まず使うためには認証を通らないといけない。この認証をを通らないといけないっていいいととけうことを 考えますでこの認証というのは一体何かということなんですけどこれはほんまにあんたかかと何らかの方法で本当にあんたなのさっきも言ったんですけど利用者が本人かどうか確認するっていう素朴な単純な手続きのこと具体的にはパソコンにパスワードを入れて、えー、GO っていうのを主体認証というふうにこの授業では言おうと思います。 でネットワーク経由のことを認証プロトコルによる認証というふうに言おうと思います。いいですか、でここでまあ認証、こう関所があって。ほんまにここを通っていいかどうかっていうことを、えー、確認するというのが認証です。はい。いいですか、まあこれはなんとなくわかりますね。次、認可です。認可は認証が終わった後の話です。 認証は終わったんですけどこの人にじゃあこのファイルの読み込みをしてもいい書き込みをしてもいい実行をしてもいい、まあ、こユニックスの,あのモードの話ですよねそのまま、えー、その人に対してある固有のサービスファイルであったり、えー、ディレクトリに行けたりとかこのまあ電子ジャーナルに行けたりとかそういうサービスを提供すること認可というふうに言います認可というふうに言いますでこのえ この人にこうするとかこの人は罰とかっていうふうにすることをこれアクセス制御というふうに言っていてこのアクセス制御の情報の一覧のことをアクセスコントロールリストというふうに言っていますですのでもうちょっと言いますとアクセスコントロールリストはこの認可情報の一覧だというふうにお考えください。 認証と認可っていうのはそういういい意味で違います認証はこの関書だと認可はここからどのサービスを使わせるかっていうこのアクセスコントロールリストによって具体化されているというふうに考えてくださいまあ具体的には研究室の中だけで何かが見れるとかっていうのはありますよねでもそれは多分 IP アドレスとか Mac アドレスで えー、認証とかしてるとかってなんかやってる気になるかもしれないんですけど IP アドレスとか Mac アドレスとかは、えー、偽装できたりするのでそれは正式には認証とか言いませんフィルタリングですので、えーまあ、あのただ世の中には Mac アドレス認証とかね IP アドレス認証とかって言う人がたくさんいるんですけど、えー、正確にはそうではありません理由は本当にあんたなのかっての確認できるかどうかっていうことなんですよね そういううういいいここととがが保証されてるかどうかどろが非常に重要です、はい、でじゃあなぜ僕らは今認証を考えないといけないのかということなんですけどもうこれは情報セキュリティの CIA のところから考えて明らかですよね、えー、正当でない人に情報リソースへのアクセスを許したらもしかしたら改ざんされるかもしれませんね、はいえー、適当でない人にサービスのアクセスを許したら もうたくさんの人がサービスに殺到してサービスが提供できなくなる可能性がありますねでもちろん不適当な人に情報をアクセスする権利を与えてしまったらこれ機密性が失われますねっていう意味で認証は情報セキュリティのベースとなっているというふうに考えることができるでしょう非常に認証重要です であの僕自身はずっと大学の認証基盤に関わっているつもりなんですけど、えー、認証を制すると情報システムを制すると、えー、言えると思いますので皆さんも、えー、将来、まあ、SIR とか就職した時には認証非常に大事なんだというふうに思っていただけると幸いです、はい、じゃあまずは、えー、具体化していきましょう主体認証の話からいきます ままずは主体,主体認証3つあります知識による認証、所持するものによる認証、身体的な特性による認証、3つありますので、これらについて順を追っていきたいと思います。はい、一番簡単なのは、パスワードです、知識による認証、パスワード、つまり本人しか合言葉は知らないはずなんやから、それは本人だという、そういう話です。 パスワード認証、パスフレーズ認証、ピン、これなんか3つ今挙げたんですけど、パスワードとパスフレーズって、これはどう,どう違うのかっていうのは考えたことありますかパスワードとパスフレーズ、どう違うんでしょうか。でもこれは読んで字のごとし、ワードとフレーズだと、フレーズの方が長いわけなので、パスフレーズ認証というと、一般的にはなんか何か文を意味していますので、パスワードよりパスフレーズのほうが長い。 ものを使うううとといいいいいふうに認識していただければいいと思いますピンはパーソナルアイデンティフィケーションナンバーこれは、えー、例えばあの IC カードを使うときに4桁の、まあ、4桁か3桁か6桁か知らないですけど番号を入れたりします、まあ、それです、えー、そういう、えー、簡単な数字であったり短い、えー、認証のためのフレーズだったあ、まあ、フレーズじゃないですねパスワードよりもっと短い 数字だったりすするとといううことですいいでしょうか違いを押さえておいてください。はいえじゃあ皆さんがいつも使っている ECSID はどんなパスワードをつけないといけないのかパスワードポリシーというのがあるんですけどこれ多分皆さん1回はアクセスしたことありますよね、はいあのー。アカウントの有効化の時にアクセスしたことありますよね。ECSID のパスワードのポリシーは8文字以上16文字以内というふうに言われています。で これはちょっとここはね、僕ら改善しないといけないんですけど、ちょっとこれは確認がいるんですけど、ツイッターで僕はこの4月には ECSID とかで検索するようにしてるんですね、僕らこれ、訴訟しているので、そうすると ECSID に17文字以上のパスワードを設定してしまって、使えなくなったっぽいとかっていうつぶやきがあったりするんですね。なので、ポリシーは守ってください。 で大文字と小文字は区別されますでこれはどういう効果があるかって後から話しますけども大文字と小文字があるとそれだけ文字の空間エントロピーが大きくなるという効果があります、はい、もちろんいろんなポリシーが書いてありまして英字数字記号を必ず含めるようにしていただいてパスワードができるだけ複雑になるようにしていますでこれはある意味情報システムの方で、えーこうまあ、パスワードを少し 強力にしているっていう例と考えてください。はい。まあ僕らはこういうふうにちょっと頑張っているというふうに思ってください。でここでパスワードあのパスワードの設定ができます。でパスワードはあの定期的に強力なものに定期的にってのはあんまり意味がないというふうに最近言われているんですけど、強力なものに必ず変更してください。で次。 よくあの質問が来るんですけど卒業後利用できません ECSID は残念ながらでなぜか卒業後利用できないようにするのは一体なぜかこれはなぜだと思いますかでまあ情報環境機構のページにはこうに書いてあるんですね新年度卒業終了などでき大を離れる場合には3月までしか使えませんなので えー、僕はこれ1月とか2月にデータのバックアップとかメールの転送の設定をお願いしますというふうにいつも言っています毎年でそしたらなんかこうで利用できないのはけしからんとかねあのもうちょっと1年ぐらい延長してくださいとかっていう要望があるんですけど、えー、断っていますなんでなんでしょうかなんで卒業後利用できないようにしているかちょっと考えていただいたことありますかははい、えーっとはいえとじゃあ 誰か考えてください。なぜ ECSID スは卒業したらすぐ使えなくしているのか。管理者の立場に立ってもしくは情報セキュリティの観点から考えたらどうなんなんだと思いますか。どどう思いますか。例えばメールが流れてしまう。はいはい。そうですね。なんか例えば総長総長から全学生の皆様へとかっメールがそうですね一年ぐらい前にあったんですよ。 国際教高等教育員の創設についてとかねあとあの全教員に対してとか,なんかあの震災特例の給料の減額についてとか来るんですよ、本当に。はい、まあまあ、それはいいです。で、そういうメールが、えー、大学を離れた人にも行くのはまずいと、そういうことですね。はいいその通りでですす他にもお願ししますどうでしょうょか い,やいいですよあの管理者が楽をしようとしてるからけしからんとかでもいいんですよ別に <laughs> うんうんうんそうですねそういうのもあります、えっと、この ECSID のシステムって3万5千人ぐらい使ってるんですよ、はいえー、なので、まあ、そういうい あの観点もあでですねえっとこの ID の、えー、認証の観点から言うと,、えー、っともう一度そのねこれを見てもらいたいんですけど ECSID があったらこのシステムにログインできるんですよね。と、はい、いうことは、えっと、ID が存在していれば 例えばこの ID とこのパスワードの組み合わせはで入れるかなとかって試せるわけですよねえつまり ID っていうのはある意味セキュリティ,ポリセキュリティホールなわけですよえなので使わない ID を残しておくっていうのはえそうセキュリティ上すごい問題なんですよねえなので僕らはまあ学生の頃ですけどまあルートになるときにえールートって管理者のことですねサーバーの管理者になるときに もう当然幽霊アカウントはすぐ消しなさいというふうに教わったものです,、まあ、いいです。卒業後利用できないのは記憶容量とかシステム上の問題もありますしその情報漏洩的な観点もありますし ID 幽霊 ID を残しとくというのはよくないというそういうモチベーションでやっていますのでどうかご理解をお願いいたします。 なので何が言いたいかというとどんな、ね、すごいパスワードポリシーとかを、ね、やってても幽霊アカウントがたくさんあったらその攻撃するその道を残してるということになるのでやめるとということです、はいえー、じゃあ実際あのサーバーにパスワードはどういうふうに保存されているのか、はい、これはあの先週もやりましたハッシュ関数でやっています例えば Windows ではまた自分の、ね、WindowsPC 見てみてください。 なんでしたっけ、Windows システム32コンフィグサム以下にあります、はい、ユニックスだとエトセシャドウにパスワードが保存されています、はい、マックだと最近変わったんでこれ調べるのに僕えらい難儀したんですけどすらプライベートバーディービーなんたらかんたら以下にありますでこれ,あのこれは昔の1年ぐらい前まで使ってたサーバーのエトセシャドウなんですけどえ ちょっと見にくいですね皆さんの,あの PDF を見ていただきたいんですけど、一番左が ID の名前です、Z5928 です Z、ね、一番下に僕の UAP というアカウントがあります。でこの次がパスワードをハッ,シュハッシュ化したもので、ハッシュの前3文字に注目して、ドル1ドルで始まっていると、 MD5 で、していいるととうことが分かります MD5 で、MD5 MD のアルゴリズムでハッシュ化しているということが分かります。で、まあ、こんな感じで保存されていますので、決して管理者でもパスワードは分からないということがご理解いただけるかと思います。で、最近のサーバー、これ、僕、うちの研究室のサーバーなんですけど、最近のサーバーはアカウント名の次にドル6。 ドルって書いてあって、これはシャー512で発出しているということを示しております。ある程度のことはわかると。ということはですね、ということはサーバーに誰かが入ってえとせパスワードを見るだけでパスワードが何で発出化されるかというのは分かるってことですよね。つまり発出のアルゴリズムはもう公開されているわけですから、あこのサーバーはこの発出でやられてると。 いうことになるので、なんとかして解読する方法があるんですかね？っていう話に続いていきます。はい。じゃ、ハッシュ化しないとどうなるかっていう話なんですね。はい、盗まれて。ハッシュ化しないとっていうのはちょっと正確にはあれか盗まれて解読されてオンライン公開されたパスワードが2013年のこう集計されているのがあるんですけど、これ1番よ。1番多いのは12。3。4。5。6。だと で2番目がパスワードと、まあ、こんな皆さん使ってないですよね、もちろん。はい、で、このあたりはやっぱりその日本はすごくセキュリティの意識高いので、まあ、こういうことはないのかもしれないんですけど、でもやっぱりね、えーと、例えばこれとこれの組み合わせがクエリティ一12345とかね、というのがなんかやっぱりあるらしいんですよ。はい、で、一番下ちょっと見てもらいてアドビ一二三1 2 3これは何でしょうか、a d o b e これは 2013年にアドビからあのユーザー情報が大量に流出したという事件ありましたよね、それの影響です、アドビー123、まあまあこんなんやめろよってことですね、でも、ああの多分これはアドビ e のパスワードなんやから、アドビ e 入れましょうみたいな、そういうことなのかもしれませんけどね、そのあたりどうしたらいいのかっていうのは、僕らは考えていかないといけないわけです。 でまあ、何が言いたいかというとですねつまり、もう盗まれたパスワードをこのように解析されていると実績があるわけですからもしかしたらこ,のこういうパスワードリストを取得してあるサーバーに手っ取り早く、がーってユーザー ID とこのパスワードリストを組みにしてログインを試みたら入れることもあるかもしれませんよね。はい、っていう話です。 っていうのをというスライドがあったような気がするんですけど違うかはいあまた後で言いますで今、えーまあ、ハッシュの話をしているわけですけどハッシュ関数の復習です、えー、同じパスワードに対してハッシュ値は同じになったはずですねはいこれは当たり前ですということはえっとまあ研究室のサーバーでも何でもいいです a さんと b さんが同じパスワードを使ってたらハッシュは同じわけですねなので、えー、エトセシャドウとかには同じハッシュが並んでるっていうことになるんですかねっていう話なんですよそれまずいですよねで少なくとももうこういうふうになってたろしなってたとしたらあのエトセシャドウとかパスワードを、えー 盗まれたとしたらパスワードは分かりませんけど A さんと B さんのパスワードは同じだということまでは分かりますよね。はい、でそこでじゃあ何かこう試してみて例えば A さんのパスワードが分かったとしたら B さんの方も自動的にいけるということになってこれ非常にまずいですよね。た、えー、ただしただししですよ、えっと A さんがパスワード123にやって B さんがパスワード123ってパスワードつけようとしたとしますよね。で、その時に、じゃあ、サーバーの方で、いや、このパスワードは他のユーザーによって使われてますからとかって言うわけにはいかないですよね。それもっとまずいじゃないですか。なので、じゃあどうするかっていう話なんですよ。じゃあどうするか。そこで、ソルトっていうのを使います。ソルトは、適当な乱数です。 まあラ,ンスまあ、ランダムな値です。えー、で、パスワード123の後ろに、後ろか前、これ,これ,ちょこれはあれです、Java とか PHP とかの,あの,、えー、文,字の文字列の結合という意図です。パスワードとソルトを結合してハッシュ化したもの。パスワードとソルトをハッシュ化して結合したものっていうふうにしたらいいんじゃないかっていうアイデアなんですけど、これでもだめですよね、まだ。だって、 同じパスワードですからこれでもダメですよ、ね、でこれは何、えー、て言いますかパスワードが長くなったとっいう意味しかないですね。パスワードが長くなったとっいう意味しかないのでじゃあどうするかどうするかというのはこれは、えー、どうするかなと,とちょっとこ見えにくいかもしれないんですけど実際のこウェブシステムのコンフィグのファイルなんですけどソルトを非常に長い長いのに取ってくださいとかコンフィグファイルにべた書きしてあるんですね。でこれは自分ででやらないといけないいいとけですけけわすど えー、あのサーバー全体として1個のソルトを使うっていうのはもうあ,のあまり推奨されてなくて、えー、いろんなソルトを使いなさいとパスソルト1231920とかっていうふうに使ってくださいっていうのが今の流れになっていますじゃあどうするのかということなんですけど、えー、とつまりユーザーごとに違うソルトを使えばいいんですねユーザーごとに違うソルトを使えばパスワードが長くなってかつ ハッシュ値が違うということになりますのでこのようにするとで実際にソルトっていうのはどこで生成するかなんですけどこのようにサーバーのコンフィグファイルでやるっていうのはかなりローテクで例えば乱数を使うとかねユーザーごとに何か決まったものをその都度生成するようにするっていうのがよくある実装だと思ってください。ここのことによって パスワードが脆弱なパスワードが少なくとも長くなってユーザーザごととにに違うというふういふなりますでこれはどういうことかといいますと,えっとこのパスワード123の123そのもののハッシュ値っていうのを計算したら分か,るわけで分かるわけですけどそれにユーザーごとに違うソルトを加えることによってハッシュ値をむちゃくちゃにして分からなくしているというそういう効果がありますので。 まあまあソルトを使う理由っていうのはこういうことです2つあります長くするっていうのとユーザーごとに変えて同じパスワードのユーザーのハッシュ値が衝突が起こらないようにするっていうそういう狙いがありましたでこのようなある意味ハッシュ値が同じにならないような対策を講じているというふうに理解してくださいというのがユニックスでした Windows はどうなのか ウィンドウズは,、はい、は LM 方式と NTLM 方式二つの大きく分けて2つの認証方式があります、えー、もうちょっと言うと LM 方式でハッシュを取るっていうパスワードをハッシュする方式と NTLM 方式でパスワードをハッシュするっていう方式ですで暗号アルゴリズムは LM の方はですで NTLM の方は MD4 を組み合わせていますでですね えまあちょっとこれすぐパッと見たら LM の方は問題だろうっていうのがあって何が言いたいかっていうとですね LM 方式の方は大文字と小文字が関係ないんですねだからあの大文字と小文字混ぜても意味がないっていうのが LM 方式です。つまりあのハッシュ化の時にってハッシュ化されますっていう問題が一つある。あと一つは7文字ずつ区切られてハッシュ化されるので えー、区切ってハッシュ化するということは実質的に、えー、意味がない7文字まで7文字のパスワードの意味しかありませんという話です。で Windows Vista 以降は LM 方式は使デフォルトでは使わないようになっているので、えー、もう今皆さん、ね、Windows8 使ってるんであれば何の問題もないんですけどたまにたまにねあの ポリシーエディターの方でネットワークセキュリティランマネージャー認証レベルの設定というのができるんですけどここで LM を送信するっていう設定もできなくはないですでもその時には LM 方式を使っていて脆弱なんだというふうに認識しながら使うようにしてください NTLM はそれを改善しています大文字小文字を区別して わざわざ文字列の分割をしていたのをやめています暗号アルゴリズムもやめて改善していますどのように脆弱なのかっていう話につながっていくんですけどえっとごめんなさいねこれちょっと暗くて見えないのかもしれないがこれあのえっとあるサーバーに SSH のアタックが来ているスクリーンショットを載せたものですけどこれを見るとですね インバリッドユーザーテクニックインバリッドユーザーデイビッドインバリッドユーザーヘンリーインバリッドユーザーカートインバリッドユーザーマル,マルチナとかこれはつまり辞書に載ってる人の名前がガーッともうデータベースの中にあってそれに対する適当なパスワードをこう投げつけてるんですねあのサーバーに。でこれこういうのは辞書攻撃というふうに言うわけでえこれでもしマッチしたらもうあのパスワードが奪われてしまいます。 っていう形です。はい、はい、次他にもあります、えー。あるウェブシステムねこれあのログインするところここなんですよここ,こよくよく見るとですねお客様番号は十桁で、えー、パスワードはこれあの適当にバワってやってもよ四ま四つまでしか出ないんですねつまりこれは 数字10桁と4桁なんですよっていうことをこれは公衆にさらしてるってことですよね。はいはい、数字なんですよね数もしもしですよもしこのお客様番号の方が流出したらこの4桁なんですぐガーってやってできますよね4桁なんであのなんか僕の自転車の,あのチェーンレベルですよ、はい、それをコンピューターでガーってやったらもうすぐいけてしまいますので。 なので、えー、まあこれは非常に問題になっています。はい、こうどこの会社か分からなくしていますので、分かる人は分かりますね。はい、はい、次、えー。いろんなウェブサイトに行くと、あのなんかウェブブラウザの下の方にコンピューターのパフォーマンスが落ちていますとか出る時ありますよね。で、あれでクリックするとなんかあのなんかセキュリティソフトらしいのがダウンロードできて、えー。 なんかすごいよくできているんですよね見た目はね名前もなんかすごい微妙なアバソフトアンチウリスこうなんか非常に微妙な名前のソフトがダウンロードできてこれを実際使うとなんかパスワードとかクレジットカード番号とかが奪われたりするっていう事例がありますこれはあの自分自身気をつけていくしかありませんこれは主体認証に対する脅威ですよねこういうのもありますはい他に MD5 でハッシュ化された、えー、ハッシュリストを総当たりで攻撃することに攻撃するあのプログラムが誰でもダウンロードできるところにありますでこれはたまたま僕はあるベクターからダウンロードしたソフトなんですがこれはユニックスで普通にメイクインストールってやると普通にコンパイルできて、えー、これは何をやってるかなんですけど何をやってるかを説明しますねこれは、えっと z、ZZ、z z っていう8文字のパスワードを MD5 でハッシュ化したらどうなるかっていうのをまずやっています。でねこの辺りはあの、えー、と実装によって違っていて皆さんの Mac だと多分 MD5 でハッシュ化するプログラムは多分 MD5 だと思います多分。 多分 MD5 なんかちょっとコマンド名が違ったと思うんですよね。MD はい。これはユニックスでや普通の Linux でやっているので MD5 サムです。でまあ、いずれにしても Z 8、Z、8文字の Z だけのパスワードをハッシュ化するとこうなるという話なんですよ。じゃあ、その後何をやってるかというと、この BC なんちゃらかんちゃらっていうこれハッシュ。 地をこのような定義域で総当たりで攻撃するとどうなりますかっていうそういうプログラムですこれ。これずっとやってるわけですけどこれあの実行する時に時間も記録してるわけですね記録していてこの辺り省略なんですけど2518分で解読できたとこれ ZZZ が復元できてますよね。 っていうことが普通のでもでできますのでえこれは重要なことはですね8文字8文字でこういう「abcde」なんじゃらかんじゃら8文字で「a」小文字だけの定義域の場合にはもうその辺りのパソコンでこれぐらいの時間スケールでハッシュが 読されるといでこれなんで ZZZ にしているかっていうとこれ一番最後の定義域の一番状態空間的には一番最後のところなので、えーまあ、これを求めてこ,これが、えー、ZZZ を探索するのにどれだけ時間がかかるかっていうのを求めてるわけですね。はい、ではもちろん今の、あのー、実用の情報システムはこんなね8文字で、A 小文字だけっていうのはありませんのでもっともっと探索には時間かかると思いますけどもまあこういうことが現実的に可能なんだっていうことを認識してください。いでじゃあ,これあの具体的にはですね例えば0から 9a から z 小文字も含めてとマ,イナスとマイナスとアンダーバーという定義域の時に パスワードとハッシュの組これは何をやってるかというと、これはハッシュをこうそれぞれえ計算しています、全部計算していますという話なんですけど、これを全部やったらどうなるか、すべてのパスワードに対してやっ,たやったらどうなるかということなんですけど、これがですね8文字の場合には280兆行になります。これはあまりね、もしかしたらテラバイトぐらいいるかもしれません。あまり現実的ではありません。 ここれを圧縮すするるとを考えるわけです実際にはあもちろんね将来もっともっとあのもうハードディスクが磁気、えー、記憶がすごくなったらもうこれもあまりもう現実的ではないかもしれないんですけどこれを圧縮するってことを考えます圧縮すると基本的な考え方は平文とハッシュ値を事前に保存するっていうことなんですよでこのハッシュ値を見つけたら「あパスワード123456なんですね」とか「このハッシュ値を見つけたらパスワードなんですね」っていうのが、えー、基本的なこの ハッシュを暗くするっていう話なんですけどこれ全部やるっていうのはこれはハンドリング的に問題ありますよねで圧縮するってことを考えますどうやって圧縮するのかどうやって圧縮するのかなんですけどこれあの例えば例えばですよ例えばこの,の123456から AAdobe123 までこれあのワーストさっきの,あのよく使われてるパスワードのベスト123456ベスト10を もしもしですよパスワードからハッシュに行くのはハッシュ関数で OK じゃないですかこれはあの公開されてるのでいいですともしこのハッシュ値からこの次の平文を求める関数があったらあったらどうなるかこれがあったらこことこのハッシュ値とこのパスワードのこの平文がつながりますね次次のハッシュ値とこの1235678っていうのがこれを 変換する関数があったとしたら、つながりますね。具体的には、このハッシュ値をハッシュ値を一旦ビットに直して、そうですね。これなんや。ゼロから九、十、二十六、二十六、五十四、五十五、五十六、六十六、六十六奇数に直すと。 いいずれかのものもに直るという関数ができますよ、ねまあそのね、えー、具体的な実装についてはまたあの興味がある人は勉強してくださいそ還元関数というふうにえ言いましょうで,でこのハッシュからパスワードを復元するみたいなことができたら、えー、この全てがつながりますよねそうすると、えー、この覚えといたら覚えとくべきなのは最初のパスワードと最後のパスワードと この還元関数とハッシュ関数数とだけですでこれらを覚えとけば全部これ覚えとく必要ないわけです圧縮できるわけですっていうのがレインボーテーブルというふうに言われていますちょこれ、ね、あのいき,なりいきなりだと何残っちゃいと思うかもしれないんですけどもうアイデアはこれを何とかして圧縮したいともうこれらをチェーンにつないでこの行の行を削減したいっていうのが基本的なアイデアです、はいでまあ、こ,こんな感じで 戻すような関数があればってことすこれ戻す関数1還元関数1還元関数2還元関数3っていう形でそのような還元関数を考えるという話なんです、はい、その時にはチェインの先頭と末尾と、まあ、ハッシュ関数は公開されていますよねで還元関数を覚えておけばこの真ん中のこれ全て覚えておく必要はないですよねでこのようにすると、えー、ハッシュ 圧縮することができるという話なんで,すでだじゃあ,まあ実際こう,いうこ,とこういうテクニックがあって、えー、このレインボーテーブルが実際に売られていますレインボークラックプロジェクトというところで売られていますのでまあまあ興味ある人は買ってくださいとか言うつもりはないんですけど悪用しちゃいけないので、えー、売られています。 でもちょこ,れこの辺り見るとですね NTLM のハッシュなんかも,もう売られたりするわけですよね、はい、でテーブルサイズ32ギガとかって書いてあってこれをよくよく見るとですねよくよく見るとこれを買うと何がついてくる,るかというとレインボークラックのソフトウェアとえバラクーダ 3TB のハードディスクが一緒になって送られてくるっていうそういうもののようです、はい、えなのでまあ,あのいずれにしてもレインボーテーブルの 概念を使ったテクニテクニックを使ったクラックツールが出回っていて他にもいろいろあります。まあ興味ある人は探してみてください。で何が言いたいかというといずれにしてもパスワードはハッシュ化していろいろなテクニックを使ってやっているわけですけれどもソルトがない場合にはこのようなもうレインボーテーブルのテクニックで簡単に逆引きされてしまう可能性があります。はい、ので気をつけてください。 じゃあのパスワードを1回しか使わへんかったらええんょうかっていうアイディアがありますワンタイムパスワード OTP ですであのそうですね2回目の授業の時にやった岡部先生がされた次の,あの2週目の授業の時に確かワンタイムパッドとかバーナム暗号とかってやりますがそれとは関係ありますワンタイムパスワードですこれ1回だけ使うパスワードですこれはあの決して パスワードが破られないっていう意味ででのの安全性を追求したものではあつまり暗号化キーね暗号化キー特定の暗号化キーが解,解読されたとしてもそれが一定時間ごとに変わるわけなのでその影響は限られた時間だけだと。暗号化キーつまりパスワードが変わったあとは安全性秘匿性には影響がないというそういうのを追求した 話です。P. F. S. というふうに言われています。パーフェクトフォワードセキュリティです。まあ、まあ、いいです。あの、もう、あの、もう、とにかく、なん、何にしても。一回しか使わへんパスワード。です。具体的な実装には。え二つあって、これから説明していきますが。一方向関数を使ったものと。時刻同期型、この二つのやり方がありますので、それぞれについて説明していこうと。思います。 一、えー、つ目一方向性の関数を使うという話です一方向性の関数代表的なのはハッシュ関数です、えー、はい、まず乱数の初期値 S ていうのを与えます与えますとかそういうのを考えますそれをハッシュ関数にかけてください FS ができますでその次にそれをまたハッシュ関数にかけます それをまたハッシュ関数にかけます。つまりハッシュ値がガーッとハッシュ値の列ができるわけですね。これはもうそんな難しい話ではありません。えー、OTP として使うときには逆順で認証に使えますっていう話です。つまり最後から使うという話です。何でなんでしょうか理由は簡単です。 一方,向形一方向性関数の特性をフルに使っていますえつまりもしじゃあ順この逆順じゃなくて生成した順に使ったとしたらどうなるかっていうことを考えたら一発でわかります、えー、まずじゃあこの一番最初のパスワードが漏えいしてしまったと次のパスワードをどうしたらいいかもう一回ハッシュ関数にかけたらいいわけですよねだから一回目のパスワードが漏えいしたら次のパスワードが漏えいするっていうことになりかねません この順番で使ってたらでもそれが困難になるように逆順で使うという話ですねハッシュ関数は一方向性関数なのでハッシュ子が漏えいしたとしても元の平文が平文を計算するというのは困難だというあの性質がありましたそれを使っているということですなのでパスワードが漏えいしてもえそもそも ワンタイムパスワードなんで一定期間後に無効になるっていう話とパスワードを推定が困難であるっていうこの二つによって安全性を保っているということになります。これはそんな難しい話ではないと思います次。次時刻同期型です。 時刻で変わるワンタイムパスワードと認証って書いてあるんですこれはもうあのそうですね <coughs> こういうの持ってる人いますかねすいませんちょっと僕の,僕の銀行の,あのネットバンキングの,あのハードウェアトークンなんですがこれはあのボタンを押すと時刻ごとに乱数が表示されてそれをあのウェブに入力して認証するというそういうやり方。 になっていますこれはあの何をやってるかというとそもそもそのハードウェアトークンに埋め込まれているある値と時刻データを組み合わせてそれ何かの処理をして、まあ、ハ,ッハッシュ化するか RSA RS でやるか分かりませんけど何かをしてワンタイムパスワードを生成するとで同じことを認証サーバーでもやって整合性をチェックするというそういう、えー、方式です。 これによって1分ごととか30秒ごととか押した時刻に応じてパスワードが変わっていくと仕掛けをしていますのでこのハードウェアトークンを持っている人しか認証できないというそういうことを実現していますでこれはつまりワンタイムパスワードであるっていうことと同時にものによる認証っていう側面もあるというふうに考えることができるでしょう。 えじゃあパスワードどうしたらいいんですかねっていうまあこの辺りは僕も悩んでるんですけどどうしたらいいのかっていう話になるんですねであのいくらね管理者が頑張ってパスワードを変えてくださいとかって言ってもまあ大体ね大体あの面倒くさいとかっていうのはもう当たり前なんですよで大体なんかそのパスワード使い回してるんですよねじゃあどうするかでパスワードはあのまあ大体何か「パスワード」っていうぐらいですから言葉なわけですけど 最低限 O は0に変えたりとか A はアップマークに変えたりとか I は1に変えたりとかっていうのはやってくださいお願いしますそれでできるりあり複雑なパスワードにできますプラス頻繁な変更をするというのをお願いしないといけないわけなんですけど最近はですね ネットのサービスたくさんあるのでサービスごとにパスワードを変えてもらいたいという話が出てきました理由はですねこれはもう漏えいしてもいいようにしてくださいということなんです漏えいしてもいいようにしてくださいでもサービスごとに変えればあるパスワードが漏えいしても他に使われないっていうふうにできますよねでこれは理由はですね ID なんですよね で最近のネットのサービスの ID ってメールアドレスですよね。じゃあ,あのサービスごとにメールアドレスを変えるのか、まあ、そういうこともできたりします。例えば Gmail のメールアドレスに末尾、ま、に何かをつけてサービスごとに変えるとかっていうこともできたりしますがまあちょっとそういうこともできますが、えー、最近の,あのネットサービスって ID がねメールアドレスじゃないですかだからあ,のあまり変えられないと。ID 自体使い回されていると、えー。なので最低限も パスワードは使い回さないようにお願いしたいという話になります、はい、で、えー、最近、えー、まあ、某クラウド事業者というか某 IT、えー、企業もも,うもちろん漏洩を前提とした二段階認証を、えー、していますねマイクロソフトアカウントをあるパスパソコンに入れたら必ずあの、えー、このマイクロソフトアカウントとは違う 別のメールアドレスに対してメールが来てこのお客様のコードを入力してくださいっていうふうに出ますよねでこれはつまりマイクロソフトアカウントのメールアドレスではない他のメールアドレスとかえまあ日本ではあまり普及してない感じですけど SMS に対してこの確認コードを投げつけるっていうようなことをしてえまあ漏えいしててもまああのここで食い止めるというようなことをやっています。はい まあどのように防げるかなんですけどこれあの他の人がこれをこのセキュリティコードを請求しているかどうかっていうのがここで分かるわけですねメールが送られてきてあ,あ誰かやったなっていうものが分かるようになってるわけですよねそういうちょっとあの不便なところもあるんですけどもうあの漏えいしてもういいようにいろんな策を講じていますはいじゃあどうしたらいいかこんなのもあります パスワード管理ツールまあ別に僕はこれを勧めてるつもりはありませんえっと一番有名なのは多分これです、はいえー、いろんなあのデバイスでパスワードをなんかランダムに生成してくれたりとかパスワードを同期できたりとかするっていうそういうツールがありますので、えー、使いますよりいいんじゃないかなと思いますね。 はい、すみませんちょっとパスワードの話は奥深いんですけど、えー、次にいきましょう主体のの所持すするるものによる認証で,す、はい、でこれは本人しか持ってないもののはずを持ってるものが本人だというそういう話ですね。で今僕が持っているようなこのハードウェアトークンとか、えー、皆さんが持っているような学生証とか USB キー。 他にも大学によってはあの学生証の裏側にこういうなんかマトリックスが書いてあって、まあ、ここは数字であったりなんか A であったりするんですけど、えー、そういうのがそういうのを認証に使う場合もあります。つまりパスワードに加えて「E、えー、の2」とかを押してください「いや失で E の2」に書いてあるのは何ですかそれを入れてください」とかっていうふうに。 パスワードと組み合わせるような形でこれはマトリックス認証というふうに言っています。でこれの基本的な考えとしては複製しにくいものに本人識別情報を確認格納しているという形になります。ハードウェアトークンは全く同じものを作るっていうのは難しいですよねという話です。ももちろんこのマトリックスも マトリックスも他の人には渡さないという前提で作っていますで、この認証のメリットとデメリットですで、これは人間の記憶と比較して相対的に強力な暗号書きになります例えばこの僕のハードウェアトークンはこの1番のボタンを押したときに乱数が出てこれだとずっと一定の暗号書きではなくてこの押したときに 押した時刻に応じた暗号鍵が出るわけです時刻ごとに生成するわけですねただしデメリットはなくすという話ですよねなくします盗難にあったらどうするんですかっていう話ですよね例えばえっと皆さんの学生証とか僕らの教職員の IC カードを他の人に取られてしまった場合どうなるんですかっていう話ですよね その場合どうなるのかなんですけど大体はこの物の認証には本人確認のフローが加わっていますつまりいくら怪 c カードで認証しても暗証番号を入力してくださいっていうのがくっついていてなくしたからといって即何かのなりすまされるっていう危険性を低減するような仕組みを必ずつけているというのが今の実装ですね。 でまあ、これらは、ね、今後、ホットになっていくだろうと思われますので、えー、今後もフォローしていってください。はい、次ですちょっと身体的な特性による認証こ、この辺りはリラックスで聞いてもらってもいいと思います。身体的な特性、これは何か。はいえー、左上は僕のノートパソコン、シンクパッドについている指紋センサーです。 ログインするときに指紋をピッてやって「えー、認証しました」ってログインできるようになっています右上はある ATM の静脈認証の装置ですえつまり何て言ったんですかねこの青,い青い血管のパターンを読み取って本人だというのを認証すると、うん、うちょっと見えにくいですけどねで左下は 目のこのなんていうか目の瞳の形を記録しておいてパターンマッチングするのか周波数でやるのか特徴量でやるのかいろんなやり方ありますけどここで認証すると。で右下は皆さんのアンドロイド携帯アンドロイド4.0以上にはありますねフェイスアンロックの仕組みです。これは顔を登録すするわけですよね でたまに顔でこうなんか顔笑ってる顔の時にやるとあのできなかったりするわけですよね。と、はい、いうことを考えるとああのもう万能じゃないっていうのは分かりますよね、はいえー。なので単独では用いられません他との組み合わせが、えー、今の実装です理由、えー、生体認証の入力はアナログなわけですよねでもコンピューターはデジタルなわけです。 例えば指紋データこれはこれをこれもう登録パターンなわけですけどこれをデジタル,デジタル化する時に誤差は必ず出るわけですよはい,いくら細かくしても誤差が出るわけですまあこのようなもうパターンマッチングでやる場合もありますし特徴量でやる場合もあるわけですし周波数でやる場合もあるわけですでも,もうあのアナログ アナログをデジタルに変換するわけですから、まあ、ある程度近いかどうかで判断するしかないわけですよねなので、えー、誤差があると一方パスワード認証は全てデジタルですね、えー、とつまり何が言いたいかっていうとあのキーボードに入力する時点でデジタルじゃないですかだってあの A と B の間とかないでしょ 1>, 1と2の間というのはないじゃないですか、もうそのキーボードという時点でデジタルなわけですから、もう100%デジタルで比較できるんですけど、生体認証はそうじゃないわけです、アナログとデジタルの比較なので、どうしても100%のマッチングというのは取れないという話になります。なので、他人のデータと本人のデータの式位置を設けて認,識認証をするというふうにせざるを得ないです。 でですので当然なんですけど本人なのに拒否されるとか他人なのに受け入れられるということがあり得ます本人が拒否される確率他人を誤って本人と認証する確率っていうのが必ず生体認証装置には書いてあります例えばこんなやつ USB の指紋認証の USB メモリーこれよくよく見るとですね他人受理率0.001%と書いてあるわけですね。 本人拒否率1と書いてあるわけですよねでつまりこれは、えー、ちょっと小さくて恐縮ですけど他人受理率っていうのは他の人がなんか適当にやって、えー、入れてしまう確率ですねえつまりパスワード適当にやって入れてしまう確率とまあほぼ同じだと思ってくださいでこれと計算すると 0.001%1×1 割ることの10の5乗なんですねで8文字の a, a 小文字のパスワードのこう状態風間を a 文字のパスワードの状態空間を 考えるとこっちの方がはるかにね低いわけですよね。こう一丸これをやったらですね。なので、えー、まあ正体認証がすごいなんか精度が高いとか、えー、なんかセキュリティが高いっていうのはこう一面だけしか見ていなくてこのような確率的な認証だっていうことを考えるとまあ他との何、えー、て言いますか他との組み合わせっていうのが必須になるということがわかります。 ただしメリットあります。まあね、あのどうですか皆さんのお父さんお母さんとか,あのなんかユーザー ID とパスワードをなんかポスト1に貼ってなんかモニターに貼ったりしてませんかで多分、まあ、皆さんのお父さんお母さんそうじゃないか僕のお父さんお母さんも65とかになってるんですけどそのやっぱりパスあのキーボードがおっくなわけですよね。でも生体認証なら目をかざすだけでいいとか指紋こうやるだけでいいとかねそういう意味では ユーザーザに優しいっていうメリットありますねでお前なくすねく心配ないです、まあね、まさかねなんか親あの人差し指詰めるっていうことはないですよねまさか、はい、でまさかその静脈のパターンを複製されるとかっていう、まあ、複製、まあ、できなくはないのかもしれないですけどね困難ですよねまさか網膜のパターンをこの,なんかこ,のこの奥の方のパターンをっていうのはなかなかないですよね。 なのでなんですけど、例えば大学でこういうあのことがあります。例えば、えっと、えー、大学ではその研究業績とかをいろいろこう情報公開しないといけなくて、それをなんか入力するデータベースというのがあって、年に一度教研究教育データー教育研究データベースに 研究業績と教育実績を入力ししてくださいとお達しが来るんでですよでも、まあ、教授の先生とか面倒くさいからやりませんってことの話になるわけですよ。でその時にどうするかっていうと秘書に「やっといて」っていうわけですよね。つまり秘書に「僕の ID とパスワードはこれやからやっといてくれ」というふうにやるわけですよ。はいまあ、で ID とパスワードならそれできますけどもしこれが生体認証になったらまずいですよね。 すみません先生入力するんでちょっと一旦来てもらえますかとかいう話になるわけですよね。はい、なのでこれは運用上問題となる場合もあるわけですね。はい、このあたりからちょっと笑いながら聞いてください生体認証への攻撃2008年4月青森空港で韓国の女性が「えー、もう一回日本に入来たら飽きません」って言われていたにもかかわらず入国できてしまいました。 入国してはいけないかどうかっていうのを判断するのは指紋でした、はい、でこの人はどうしたかというとなんか特殊なテープを指,なんか指につけて指紋の認証装置を突破したというふうな話なんですけどこれ,ちょっとこれはもう2008年の読売新聞の抜粋なのでちょっと詳しいことは分かりません、はいえー、っていうのがありました2008年の話です。次、えー、タスポ タバコを買うときに、ね、顔で認証しないといけないわけですタスポじゃなないいいでですね。顔認証しとけないわけけですどこれはあのなんかしかめっ面をしたりとかなんかおっちゃんの顔写真をかざしてタバコがかえたとかっていうちょう嘘か本当かわからないような話もあります。まあ、これスラッシュドットなんでスラッシュドットと第一次情報源はサンスポなんでちょっとあの本当かどうかわかりませんけど、まあ、問題があるっていうのを認識されているという話です。 大根で静脈認証を突破したという話もあります。で、これもあのほんまあ、これも本当か嘘かわからない横浜国立大の松本先生で、えー、がやったという話ですね。でももちろんこれはあの2005年の話なのであの、まあちょっと前の話です。こういうのできるのかっていう話ですね。グミで指が作れるのかっていう話なんですけど、これはもうこうはもうクリックしていただくと、えー、作れましたっていうそういう のも紹介されています、はいはい、次、えー、マレーシアで、はい、メルセデス・ S クラスをが盗まれたとでメルセデス・ S クラスは、えー、指紋認証だったとどうやって盗んだのか、はいでまあ、これはま,あまたね呼んでもらったら分かるんですけど、えー、まず盗むときにはそのなんか持ち主を連れてきて「あやれ!」ってこうやってやるわけですねでこのなんか下の方に書いてあるんですけど 下の方に書いてあるんですけどえっとまあちょっとね切断してあのそのうのレフトヒンバイザイドザロードでもインデックスフィンガーだけはもらって彼を道端に捨てていったとっいうそういうことが書いてあります。なのでこれは指,が指をちょん切られてっていう,まあうヤクザじゃないんですけどねまあこういう話もあったということです。 非常に問題になるわけです。つまりこれは、えっと、本人しかいないっていうことに、つまり本人しか持ってない複製が困難ということのデメリットが現れているわけですね。はい。えー、で問題点は他にもあります。パスワードは漏えいしたら変えたらいいですね。はい、でも、まあ静脈パターンとかが。<laughs> 流出したら静脈のパターンを変えるわけにはいかないわけですよね。次、必ずしも全員がこの網膜のパターンを持っているとは限りませんね。で、まあさっきのね、あのメルセデスの話に関連しますけど、まあ犯罪との関連からすると身体に危険が及んでしまうっていうそういう問題もありますので。 このような問題点を考えると、あの現状では他の認証方式との二本立てというかあの組み合わせっていうのが現実的だという話ですね。はい、ここまで主体認証の話をしてきました。えー、分かってもらいたいことは、まあソルトを混ぜることによってどういう効果があったのかっていうことを分かってもらいたかったということになります。で、ここからはネットワーク越しにパスワードを投げる。 にあの ID とパスワードを投げるときにどうするのかっていう話になります、はい。でまずまあいきなり重要なところから共有モデルの紹介をします。まあどんなネットワーク越しに ID とパスワードとかいろんなものを投げるとどんな問題があるのかっていう話ですね。五、えー、つあります。盗聴、改ざん、ハイジャック、なりすまし、捏造、再送っていうのがあります。で一つ目 A さんと B さんこの間パスワードユーザー ID とパスワードを投げています。でここでもし暗号化してて、なかったら盗聴できてその後りすまされるとどういうことになるかというと A さんは何もやってないのに A さんになりすまして情報システムを使ったりとか。 すする話になりますまああこれはあのもうちょっと端的に言うとですね端的に言うととえっと、誰々さんになりすましてすいません、えー、どこどこの3丁目な何とかですけどお寿司10人前お願いしますっていう話ですよこれは、はい、これまずいと。で盗聴できたらその盗聴結果を一旦自分自身で保存しておいて改ざんしてもう一度投げるっていうこともできてしまいます。つまりこの 三丁目のなんとかさんですけど」っていうのをアナロジーで言うと A さんは三丁目の「なんとかですお寿司2人前お願いします」っていうののこの人は改ざんして「いや100人前お願いします」っていうふうに言うとそういう話ですよね。で同じで A さんは何も注文してないのにもう勝手な注文を捏造して B さんに送るってこともできてしまいます。で次、A、さんが えー、送ったユーザー ID とパスワードの情報を一旦保存してもうう度送るっていうこともできてしまいまいすでこれはどういう時かというと後で出てくるんですけどあの仮に暗号化していたとしても暗号化した結果を覚えといてそれをもう一回送ったら一緒やんけってそういう話なんですね。これらに対する対策も考えていこうと思います。 つまり通信内容だけじゃないわけですよね。本当に A さんが B さんに送ったんかっていうそういう話が問題になるわけです。でここでま認証が出てくるわけですよね。本間に送ったのは A さんなのか、本間に、えー、受け取るのは B さんなのかっていうそういうことに対してどのように保証していくのかっていう話になります。はい。えー、じゃあまずパスワードによる認証プロトコルをどのように 安全にしていくかっていうことになります、はいえー、じゃあまずネットワーク越しにパスワードを送信したとこれはもあまりにも単純です、はい、登場したら生でパスワードが流れてこれまずいこれは絶対やってはいけませんでこういう実例が実はあります、はい、でこれはもう例えばもう今は使われてないですよあの僕らが学生の時には使われてましたテルネット FTP ポップアイマップは生でパスワードを流していますのでいろんな意味で脆弱です。でもちろん、えー、後でやりますけど、えっと、生でパスワードを流してまあ言ってもこうなんかハッシュかけたりとかしててもですねこれはリプレイ攻撃には脆弱だという話になるわけですね。えっと、何が言いたいかというとこテルネットとか FTP とかの,このセキュリティがかかってない通信は危ないので、えー、今ではテルネットじゃなくて SSHFTP は えー、セキューア、S ・エス FTP というふうにあのプロトコルとしてこっちを使ってくださいということが言いたい、はい、ですい、えー、いいですかね、まあ、いずれにしてもこのように生で投げるのは絶対まずいとじゃあハッシュ値を送信したらどうなるかこれはち,ょちょっと言っちゃいましたねすいません、えー、つまり ID とパスワードはあの持ってると。で B さんも分かっているとハッシュ関数はお互いに合意していると。で A さんは ID とハッシュ関数ハッシュ関数にごめんなさい ID とパスワードをつなげたものをハッシュにして送信すると。でサーバーの方もそれを検証するっていう話をするわけですけどじゃあこの ID と。 ハッシュ値を覚えてもう一回投げつけるということもできてしまいますよね。これでリピート攻撃が成立してしまうという話なんですよね。これはまずいと。最層に脆弱なプロトコルです。これはハッシュを送るだけでは。はい、じゃあどうするか。これはあのさっきと同じなわけですよ。ハッシュ値が同じ人のパスワードは同じだというアナロジーと同じです。なのでハッシュ値をただ送るだけじゃだめだということです。じゃあどうするか。チャレンジ・レスポンスを使いましょう。 これはあのチャレンジレスポンスすそんな,なんかそんな難しい話ではありません、えー、はいサーバー側がまずは毎回変わる乱数ナンスっていうふうに言いますナンスを送信しますこ,ここ毎回変わるっていうのがポイントですこれを送信しますこれ,これいわゆるチャレンジですチャレンジナンスをチャレンジとして送りますとでこれを受信した、えー、クライアントの方は ID と ハッシュのところに ID とパスワードだけではなく毎回変わるナンスを含めてハッシュを取って送るとそうすると ID とパスワードとナンスはお互いに共有しているわけですからもう一回検証ができるわけですよねでこれで計算して比較ができるという話になりますただし ただしこれはサーバーがクライアントを一方向に認証しているだけですので、えー、いいですかなのでつまりこ,この時点でこの時点でチャ,レンジチャレンジに対するレスポンスを受けてここで検証し,した時点ではこのサーバー側サーバー側クライアントが本当に、えー、この人からしか送られてきてないというのは分かるわけですけど。 これはあくまでもサーバーがクライアントを一方向に認証しているにすぎません、ね、でもこういうあのサーバーを偽サーバーをでっち上げたらどうなるかっていう話なんですよ、えー、つまり何が言いたいかというとこのクライアント側は本当に、えー、本当にこの通信したいサーバーと通信しているかっていうのはどこで担保するんですかっていう話なんですよ、ね、そういう話なんですよなので攻撃者か偽サーバーバをデッチ上げても 同じことははできなくはなくいいやのセキュリティの世界っていうのはできてしまいますよねっていうふうにいうふうなケースをあのすごくそのなんていうんですかねすごく重く見るんですよ。はい、やらへんやろっていうのはそれはちょっとあの他の分野の人の話なんです。えーまあ、いずれにしてもこれはこれはクライアントを一方向に認証しているだけなので、えー、じゃあサーバーの方も本当にあんたが。えーあ あんたなののかかいううを認証すすす。るるにはどうするかですこれはあのもう簡,単簡単というかこれ発展、チャレンジレスポンスをもう一回やればいいです。相互にチャレンジレスポンスを使うと。えー、重要なのはですね、毎回変わる乱数を送信し合うということです。どうするか、はい。まずはさっきと同じです。チャレンジを送信します。毎回変わるのを送信します。でそ,れそれプラスクライアントの方からも。 乱数を提示してそれを含めたハッシュを送りますということです。で、サーバーの方はそれをもう一回検証しますね。ハッシュ値計算できるわけです。いいですかハッシュ値だけではなくて乱数をもう一回送るということです。で、サーバーの方は検証すると。で、もう一回じゃあレスポン、もう一回。 サーバーから返すときに ID とパスワードと毎回変わる乱数1毎回変わる乱数2のハッシュを取って送るわけです。でこのことによってあ本当に僕が通信したいサーバーなんだということを認証しているわけです。でじゃあ何が嬉しいかなんですけどこの乱数が予測できないとリピート攻撃ができないということです。でこの 乱数が毎回変わるっていうところが非常にポイントなわけです。つまり、えー、つまりですね。じゃあこの送信された乱数はわかりますよねとかっていう話になるんですけど、これは一回しか送信しないわけですから、リプレイした時点でこれはおかしいという話になるわけですね。はい、毎回変わるっていうのが非常にポイントです。えー、なので、毎回変わる乱数が予測できないとリピート攻撃が成立しないので、えー、ここで相互に認証するというのが成立していま 次ですこれはあの、えー、ハッシュを使った認証,認証プロトコルを今まで紹介しました。今度は先週やりました「公開鍵」の考えを用いて認証するっていうのを紹介します。復習何とかで暗号化して何とかで複合するのが「公開鍵」でした、はい。これ何が入りますか RSA で暗号化 R か RSA はアルゴリズムの名前ですよね。そのアルえっとごめんなさい、えっと、ちょっと僕もねあの多分矢継ぎ場合の説明なんで整理しにくいかもしれないんですけど公開鍵暗号の、えー、実装となるアルゴリズムが RSA です。で この時点では、まだ実装まで踏み込んでないです。公開鍵暗号の考え方の話です。実装までは踏み込んでいない。です何で暗号化して、何で複合しますか。ほほほほ。それもなんかかなり、実装が好きなんですね。多分ね。実装が好きなんですね。 いやそれは悪いことではないです。実装が好きっていうのは非常に重要です。で,です。公開鍵で暗号化して秘密鍵で復号するということです。はい多分あの難しく考えすぎていましたね。はい大丈夫です。これはあの本当に考え方の話なんですね。公開鍵で暗号化して秘密鍵で復号すると。でこれによって何が えー、嬉しいかというと送信先が絶対に A さんだっていうのが保証されるっていう話でしたね。この逆、これデジタル署名の考え方です。あ、言ってしまった。えっと秘密鍵でデジタル署名して公開鍵で検証するっていうのがデジタル署名の実装でした。 でこれは何がやりたい何が嬉しいかというと送信元が絶対に A さんだっていうのが保証されるっていう話ですね。はい、じゃあこれをなんか組み合わせると実はなんか送信元と送信先が絶対に保証されるとかなんかできそうな感じしますよね。はい、じゃあやってみましょう。ちょっと記号ちょっと説明の関係で記号を導入します。おなんか今日は時間がなくなってきたな。 公開鍵をパブリックキー A パブリックキー B 秘密鍵をシークレットキー A シークレットキー B X を暗号化することをパブリックキー A X とかこのようにしますはい、このようにしてやります相互に認証するには公開鍵ペアを暗号化に使って認証しましょうという話ですはい、まずはパブリックキーで A の ID 情報と乱数を暗号化してそれを秘密鍵で複合化するとこれ絶対に A さんから送られてきたもんやっていうのが分かるわけですでレスポンスの時に今度は A さんの公開鍵で暗号化しますこの毎回変わる乱数も含めてでここでもう一回 A さんの公開鍵で暗号化したので A さんの秘密鍵で複合してこの 毎回変わる乱数を複合するわけです,そうすると絶対にこれは A さんしか受け取れないということになり A さんしか受け取れないものですのでここで保証されるわけです。でこのこの後もう一回 B さんの公開鍵で乱数を暗号化して送りますと。 これれは絶対に B さんしか受け取れないとでこの時点で B さんの認証も成立すするっていう話ですよねこれ,がこれによって公開鍵ペアで暗号化で公開鍵ペアの暗号化で認証ができるという話ですじゃあ次ですじゃあデジタル署名を使って認証しましょうとで公開鍵ペアを使ったこの例は相互に認証するっていう例なんです で今度はデジタル署名でクライアント側だけを認証するっていうのを出してみましょう、はい、まずは乱数を出しますとできない秘密鍵で暗号化して送りますとで B の方はこれは公開されてる公開鍵で複合してあこの僕が提示した毎回変わる算数が出たということなんでこの時点で A さんから来たものだというのが保証されるわけですね。 しかもこの提示される乱数は毎回変わるわけですからリプレイ攻撃ができないということです。このことによってもうこれはもうなんか応用してるだけですよねやってることはデジタル署名で署名して検証しているだけですそんな難しい話ではありません。ということで認証プロトコルネットワーク越しに ID とパスワードを投げるのには今までを使った公開鍵とか公開鍵暗号 デジタル署名の考え方を使うと安全に、えー、ID とパスワードを投げることができるという話をしました。はい、最後 ID 連携の話に突入していきます。えー、皆さん ID をいくつ持ってますか？はい、これちなみに僕の ID をちょっと数えてみたんですけど、えー、もうこのこの時点でいろんなウェブサービスの時点でねこんなになってあとなんか学校の ID とかあと他にいろいろなの加えると。 ととか30とかいきますよね多分でまさかねあのパスワード一緒にしたりしてないですよね、はい、しないようにお願いしますね。はい、でこれ大変ですと実際のところなんか一つの ID でいろいろにいろいろ使えたらいいのにっていうふうになるわけです人間。でそこで ID 連携の考え方が出てきます。 ID 連携を使った SSO っていう言い方をしてるんですけど SSO シングルサインオンの話をしていこうと思います、はいえー、と皆さん使っている ECSID を使ったサービスを考えてみてくださいえっ、ー、とちょっとそうですね ECSID を使ったサービス、えー、とクラシスとパンダあかんなクラシスと学生用メール ID とパスワード一緒ですよねクラシスと学生用メール ID とパスワード一緒ですよねでクラシスと学生用メールは1回認証したらあとはもう1回パスワードを入れなくてもいいですよねそれ,そ,れそれは大丈夫ですかそうなってますよねで1つの ID とパスワードで済むのを統合認証というふうに言っています で皆さんなんかねあのここ2週間ぐらい使っていただいてパンダは残念ながら、えっと、シングルサインオンに対応してないです残念ながら、えー、パンダに行くとなんかもう一回 ID とパスワード入れないといけないですよね、はい、で一応あの統合認証の一部にはなってるんですけどシングルサインオンの対象にはなっていないです、はい、でシングルサインオンの実装については後で説明しようと思います でこれはいろいろな考え方があって、えっと、シングルサインオンとか統合認証にすると一旦 ID とパスワードが漏れると何か他に影響があるのでやめてくれとかっていうね大学の先生とかいるわけですけどこれはの考え方です ID パスワードを一つに統合して一箇所に集めてがっちり守るっていう考え方なのかそれともいろいろあの。 ID とパスワード変えてっていうか実際には使い回してるんですよね。使いま使い回したら意味ないですよね。分散してて使い回したら意味ないですよ。えなので分散させるんならもう ID とパスワードも別にしないと意味ないですね。現実にはあの分散しててもなん分散してると利用されなかったり管理されなかったりするのであの。 分散するときには必ず ID とパスワードは別にするようにしてください。そうじゃないければ統合認証にするのがいいです。はい。はい。ちょっと待ってくれ、えー。学生用メールはなんかどうやらマイクロソフトなんじゃないかっていうマイクロソフトなんですよ。マイクロソフトのシステムを使っています。 はい、も,もしかしたら皆さんねそんな,なんかあの学生用メールは使ってなくて研究室のメール使ってますとか言うかもしれないんですけど、えー、あれは学生用メールはマイクロソフトなんですよ。でマイクロソフトのシステムになぜ京都大学の ECSID でに、えー、あのログインできるのかっていうことなんですけどそれは京都大学とマイクロソフトの,そのドメインの枠を超えた認証連携をしています。 これはかなり手間がかかっているシステムで詳しいことは僕はこれ話し出すと長くなるんですけどこれはかなり手間がかかっていますのでぜひ使ってください。お願いしますしかもこれは統合認証だけではなくてシングルサインオンにも対応していますのでぜひ使ってください。具体的には認証リクエストすると認証は京都大学の中でやっているんです。よ認証は京都大学のの中ででやってるので えー、決して E C S I D の I D とパスワードはインターネット上を流れないような仕組みになっています。はい、か,かなりあのかなり手間がかかっています、ね。ちょっとこの辺りを見るとですね、三時間ごとに同期しているとかっていうね、ちょっとここはローテクじゃないかっていう話もあるんですけど、ここはちょっとローテクです。ちょっとここはあの改善しないといけないです。はい、じゃどのように連携を実現しているのか。で 京都大学とかで使っているのはシボレスというミドルウェアを使っていてシボレスはサムールセキュリティアサーションマークアップランゲージの一つの実装ですサムルはこれはあのマークアップランゲージとかっていうぐらいですので XML をベースにして認証の情報を交換するっていうものです で実際には XML ベースのアサーションを暗号化して HTTP または SOAP を使ってやり取りします。で組織の枠を超えて認証連携することをトラストサークルを作るというふうに言っています。 はいまあとで見てもらったらいいんですけど日本では学人という学術情報認証連携基盤が組織されていまして様々なサービスを僕らの ECSID でで使うことができています例えば UQYMAX を使うときに ECSID で認証して常にクイーンズの中にいるっていうサービスも実際に使われています。 IDP とか SP っていう言葉なんですけど IDP はアイディンティティープロバイダーと言っていて各大学の認証基盤のことです。SP はサービスプロバイダーと言っていてさまざまなサービスを提供する側です。例えば電子ジャーナルとか e ラーニングとか、えっと、皆さんあのあれです、ね、4月中にやってくださいっていうお達しが出たあの情報セキュリティー e ラーニングもサービスプロバイダーです。 でサムルでどのように SSO が実現されているのかっていうのはもうさっき言った通りでサムルは基本的には XML ベースの形を暗号化してやり取りしていますでプロトコルは SOAP か HTTP を使っていますで最初に何かサービスプロバイダーにアクセスした,したと思うと学内の IDP に飛ばされて認証して サムルであ OK ですよっていうレスポンスをサービスプロバイダーの方に送ってあげることによってサービスが利用できるようになるという、まあ、このようにリダイレクトが何回か行われているという話ですなのでちょっとなんか認証した後なんかあっちはこっちに飛ばされるっていう印象を受けるかもしれません、はい、これをさらに進めるとオープン i d という考え方があって、えー、これはですね YourOpenIDURL と書いてある通り、えー ID の最初が URL になっていて皆さんのブログワードプレスとかのブログにオープン ID のプラグインを入れると皆さんのブログの ID がオープン ID となってさまざまなサービスにログインできるようになりますこれ例えばライブジャーナルはオープン ID に対応していますで、オープン ID の考え方はどちらかというと サムルによる認証連携より広くてですね、IDP を選べるという話になります。もうこれ書いてある通りです。IDP をこう自分で選ぶことができるという話になりますね。はい、ちょっと最後駆け足になってしまいましたが、ちょっとこれこれ去年やろうとしてたんですよ。京都大学で卒業してからなんかログインできるシステムがあるじゃないですか。京大荒村ムラっていう。 これをなんかあのもっとなんか拡充しなさいとかっていうふうふに言われてですねまあどういうふうにしようかという話をずっと詰めていたんですけどちょっと今頓と挫しているんですけどじゃあこれはオープン ID でログインできるようにすれば京都大学の側も ID を管理しなくてもいいよねという話をしていましたがなかなかか難しいところがありますはいオープン ID による SSO はほぼサムルによる SSO とほぼ同じですが IDP を選ぶというところが違いますね。はいで えー、はい説明できますかソルトを利用ごめんなさいソルトを利用するソルトを使用する理由説明できますか、はい、フォローしておいてください必ず共有モデル5つありました SSO システムでログインまでに何度かリダイレクトされるのは何でだったでしょうかこれもフォローしておいてください、はいえー、質問がある人は残ってください以上にしましょうお疲れ様でした